ルアプラ州はザンビア北部の州。2016年の人口は115万6200人。面積は5万567平方キロメートル。人口密度は22.9人平方キロメートル。州都はマンサルアプラ川にちなむ。人口は全国の7.3%を占め、西部州に次いで4番目に少ない。面積は 全国の6.7%を占め、カッパマイナスベルト州に次いで3番目に小さい。ルマンゲタキ南東部にバングウエウルコが北西部にムエルコがある。ルマングウダキやムンブルマダキ、ムンボトゥタダキクンダブイカダキ、チロンゴダキが有名である。ルセンガヒラの国立公園とバングウエウル、湿地生態系には多くの動物が暮らす。もともとは、 ベンバ語を話すベンバ族が暮らしていた。漁業やサツマイモ栽培が主要産業である。最品種の一つであり、2010年の統計では80.5%の住民が貧困層だった。マンガンや石灰、銅、貴金属が採掘できる。ムトゥクンボ祭が有名である。すべて2010年の人口である。ルアプラ川とコンゴザンベブン水嶺によって形成される。 コンゴ突起19世紀、ムワタカゼンベのルンダ王国が谷を支配していた。1884年から1885年のベルリン会議で列強がアフリカに一方的に国境を引いた。1894年、1885年のベルリン会議で一方的に引かれた国境によってザンビアとコンゴ民主共和国の間でルアプラ宗教紛争が始まった。 1950年代、反アフリカ民族会議を掲げる革命集団が誕生した。1964年のイギリスからの独立後、統一民族独立党の軍事基地が置かれた。常に、コンゴ民主共和国やカッパマイナスベルト州からの移民が流入していた。1960年代後半、ルアプラ宗教紛争が終結した。 1980年代、ケネスカウンダ初代大統領は、ムワタカゼンベを、地区長に任命した。1991年の基金では、ルアプラ州の被害は最小だったが、農業補助金の廃止や、地方の貨幣経済の衰退は1990年代中続いた。ルアプラ州の行政区画以下の11地区からなる。ありがとうございます。